モーミーグリフォン対中野毛フリーマン、リベンジを果たすことができるのか中野毛、再び返り討ちかモミー。準決勝第1試合1ラウンド目、さあじりじりとして開幕、様子見が続く両者。さあもみぐりほんのゲージがあっという間に逆転された。フリーマンヒヨビアタック使いまくり、1ラウンド目は中野毛。さあリベンジ目前、しかしステップ投げが来る、あっという間に体力半分。さあ残り体力3分の1を切った。こっからどうする中野毛、まだ TOP は残っているグリフォン側。さあフリーマンの攻めが続く、ここで強気の立ち、2ラウンド目はモミグリフォン。さあいわゆるモミグリフォンはいわゆる正規マッチ状態、しかししっかり TOP を消しに行った、賢い選択。 VOD ジャストシールがこっから何もできなかった。フリーマンリード。相当慎重です中野毛、ここでしっかりしている。対空上段避けるのフルブラ、最後はエンタッチし、リベンジ達成で中野毛フリーマンが決勝進出。さあ次はバンリマル北斗丸対イチテリー、じゃんけんお願いします。いわゆるこれ北斗でやれっていう組み合わせですね。お前ら北斗でやれみたいな。さあ1ピガーが1テリー、2ピガーがバンリマル北斗 OB の北斗丸。さあ振る技振る技全て正解となっているテリー側、しかしここはしっかり見ていた。あっという間に北斗丸も追いついているが、強クラック太い技がガンガン通っている。さあお互い何を狙うか、これは狙っていたがまだ死なない、強気バーンナックルで1ラウンド目は1テリー。さあ様子見が続く、ちょっとずつ歩いて画面端に動んでるのはバンリの方。さあ画面端に来た、しっかりコンボを決めてテリーの体力半分ゲット。そして画面端の攻めが続く、ここで切り返して、さあ待っていましたと言わんばかりにコンボを決めるも、さあなかなか思い切った体力を奪えなかった。テリー側がこれ間合いを離して TOP 中、しかも P ゲージ、これは先ほどから流れていくと安心できない。万里が逃げ切るか、しっかりゲージを温存して無理に攻めないテリ側。2ラウンド目は万里丸、投
げが決まってダンク正解。そして相手を画面端に追い込む。さあバンリマルはヘリガーのダンクを非常に警戒している立ち回り。さあ BD コンビネーションからの落下山、落下山じゃない、ガラクタ切り。さあここまではバンリマルの立ち回りは完璧だ。ヘリーどうする、この状況何を狙うか。強気のダッシュ、パワーチャージ連携待ってましたと言うばかりに冗談下げて差し返し、バンリマルが決勝進出。さあでは決勝戦の前に3位決定戦やりましょう。モミーグリフォン対イチテリー、じゃんけんお願いします。